えっと、このね、日本の中学生、中学1年生でもわかるように、というリクエストをしてみたんですけど、どうなんでしょうか。こういう物語を作ってくれました。じゃあ、日本語もあるので、日本英語を読んだら日本語も読みましょうね。声に出してどちらも行きますね。one, two, three.The lost puppy. 迷子の子犬。one day Mia found a little puppy on her way home. ある日、ミアは家に帰る途中、小さな子犬を見つけました。The puppy was dirty and looked very hungry. その子犬は汚れていて、とてもお腹が空いているように見えました。Are you lost? ミア asked softly. 迷子なのとミアは優しく聞きました。The puppy wagged its tail but didn't bark. ミア gave it a piece of bread from her bag。ミアは自分のカバンからパンをひとかけあげました。Let's find your home, ミア said with a smile。おうちは見つけようね。とミアはほほえみました。She walked around the town asking people: Do you know this puppy? 彼女は街を歩き回って、この子犬を知っていますかと人々に聞きました。Finally, an old man said, That's my dog, lucky. ついにおじいさんが言いました。あ、ah,、それは私の犬、ラッキーだ。The puppy jumped happily and ran to the, to the old man. 子犬は嬉しそうに飛び跳ね、おじいさんのところへ走っていきました。 ミア you, はみやに言いました。ミアはみやに言いました。ミアはに言いました。ミアはみやに言いました。ミアはみやに言いました。ミアはみや言いました。ミアはみやに言いましミアは家に帰り ミアは幸せな気持ちになりました。もう一つ行きましょうあれちょっと待ってください。これは同じかなこれ同じだね。次は、あ、今度関係代名詞だから、これはもう次,次回に回しましょう。ちょっと長くなりそうなんで。